茨城県つくばみらい市では市内の14の小中学校に水の自動販売機を20台設置し、今日から運用を始めました。熱中症対策だけではなく、蛇口に触れることなどでの感染を防ぐのが狙いです。原則1日1人1本を無料で受け取ることができます。市は暑い夏を涼しく感染予防もしながら過ごしてほしいとしています。自販機は9月末まで設置されます。